ございます。今回もやっていきましょうということで、今回はですね2人でニャンコ大戦争の方やっていこうかなと思うんですけども、前回ですかねプラチナチケットの方をね、ゲットいたしまして、そちらの方を回したんですけども、まあ、今回はですね猫缶ですね、今ですね多分毎日500個配布してるのかな、なんか飛び飛びでログインはしてたんですけども、なんだかんだで3000ぐらいも今溜まってまして、で猫缶がですねもう11連が回せる状態なので、とりあえず今回はですね、まあ、11連のみなんですけれども、ちょっと宿猫祭ですね、今回こちら引いていこうかなと思います。多分ですね宿猫祭に関しては引いたことがあったっけな、なんかほぼほぼなかったような感じがするので、とりあえずちょっと記憶上ね記憶上今回初で、まあ最初で最後ぐらいの勢いでね、宿猫祭の方を回していこうかなと思います。まあ VIP ね、この VIP チケットの方もね持ってないんですけども、まあ猫缶があるんでこれね、まあこちらですね、この夏みかんだったっけ、こちらの方ちょっと狙っていこうかなと思います。このセクシーなね、キャラクターの方、じゃあとりあえずもうねサクッと回します。まあ、今回10連だけ回して終了ということで、やっていこうかなと思います。それでは行きましょう、行きましょう、どんどん。まあ、最後ですね超激レアの出現率が 30% ということでね、まあ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 、まあ、これは出るだろうということで期待していきましょうか。はい、猫アップルでございます。リンゴですね、まあ、シンガポールだったっけ、もう忘れて、おーおーおお、スイマースイマースイマー、おこれあれじゃん、 VIP のやつ一寸法師だ、マジでここで出てくるの一寸法師、マジかよ、嬉しいんだけど、あこれリリーだっけ、あルリーかリリーは違ったね、人魚娘、おおこれもいいですね。進化後がめちゃめちゃ。やばくない？今回。ゾンビ娘。これもあれかな。あー、でもスマホ版で持ってないキャラクターめちゃめちゃ出てくる。これすごくない？やばいな。もう出ないかな？みかんは出ないかな？あー、出ないね。すごいな。やばいな、これ。ちょっともうなんかリアクションがどう取ればいいのかわからないんですけども、あ、終わった、はい、じゃあちょっとね今回何出たかちょっとご紹介していきましょうか。なんかいっぱいいるな。まあとりあえずあれですね、レアと激レアに関してはちょっとご紹介はしないで、これ帰って、なんだ、どれだ、全表示じゃなくてニューキャラにするか、これだね。はい、今回はですね、11連回してですね、超激レアの方が4体ですね、一寸法師、これあれですね、みんなでにゃんこ大戦争の限定の VIP キャラだったっけ、あとこれですね、ゾンビ娘のベルウェーヌ、これもちょっと知らなかったね、これスマホ版いたっけな、であとはガリレオ、あれこれはあれだね、あれちょっと待って、違う、今回3体ですね、4体ではなく3体です、これはあれだ、前回のプラチナですね、であれですね、人形娘の方ですね、かなってことは3体ですね、なんだ4体かと思ったんですけど、ちょまあいいや、いやーでもまさかですね出るとは思わなかったので、ちょっとこれ使いましょうか。はい、ちょっと使いましょう、どんなものだか、一寸法師もちょっと使って、で、あとはこれですね、ゾンビ娘、ちょっとね進化後が気になるので、ちょっとですね、パワーアップだけさせてみましょうか。ちょっとね今回はまあ最初で最後っていうか、あとは他にガチャで、ね、回すんですけれども、まあとりあえずですね、まあ、VIP キャラクターやりならなんだかかんとか、うん、もういいやとりあえずちょっとですね、どうしようかな、まずですね一寸法師ではなくて、あ、一寸法師かでいいか、ちょっとパワーアップさせましょう、マックスまで、経験値の方使い道ないので、はい、あ、待って経験値が足りないんだけど、あれ経験値が全然足りなかったんだけど、経験値少ないな、なんだよ、じゃあこれも足りないじゃん、あー嘘、マジかよ、うわー経験値が足りないやつだねこれ。はい、ということでかなり残念なんですけども、進化後は見ることなく終了ということで、また経験値の方が多分配布されるんで、
ね、その時ですね、またやろうかなと思います。まあしょうがないしょうがない、経験値が足りないのはしょうがないということで、まあとりあえずですね、進化後は可愛い2体と一寸法師の方が出たということで、まあ、次回ですね、またですね、レアガチャの方がですね、また11年の方回せますんで、ちょっとね、どのガチャに、回すのかちょっと決めてからやろうかなと思うんで、次回も見ていただければなと思います。ってことでですね、一応ですね、多分みんなの、そのね、みんなでにゃんこ大戦争に関しては、毎日多分ね、猫缶の方は結構太っ腹で配布されていると思うんでね、まあぜひぜひね、まあガチャだけ回したいとかいう方はぜひね、やってみてはいかがでしょうか。ということで、本日の動画は以上でございます。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。